old pox, little fox! ノアは大破壊を引き起こした。でもそれは人類の文明を破壊するためであって、人類そのものを野田屋しにすることが目的ではなかったみたい。でも数十年前、名もなき「ハンター」の手でノア本体が破壊された時、断末魔のノアの絶叫が通信可能な全回線を伝わって世界中に発信された。 人類を皆殺しにしろという叫びが、それを受信した人工知能が人類根絶を最優先目標とした人類絶滅プログラムを書いた。そして生まれたのがサンズだったということらしいですね。 敵が少し減ったわけね。
順で片付けてやる。
容赦はしない。 容赦はしない。 マッサツプログラムの切り札的な存在で、プロシージャーエンダーという役割を担当しとるらしい。大規模な生存者キャンプが発見されると、そこに現れてキャンプを殲滅する。それを繰り返しながら移動しとるんじゃ。東京に現れる前は青森三沢方面にいたと記録されとった。ひょっとするとそこがお前さんの育った生存者キャンプか。 そういえば、三沢も町の中心は軍事基地だった。
俺たち一般人は立ち入り禁止で、中に入ったことは一度もなかったけどね。弾を節約するわ。尻尾巻きまーす。容赦はしない。これで人類の敵が少し減ったわけね。行き止まり。参ったわね。ポエム、他に道はないの？品川付近の地上へ出られそうな経路はここしかなさそうです。道が塞がってるなら穴を開けるさ。新しいゾーンへの侵入を確認。このゾーンに出現すると思われるウォンテッドモンスターの情報を送信しておきますね。送信した情報は戦歴コマンドからウォンテッド情報を見ることでいつでも確認できますよ。を完了しました。